く晴れた暑い夏の日、気温が上がる前の午前中に外作業をします。まずは歩いて畑を見回り、今必要なことを感じ取ります。ただ朝のすがすがしい香りの空気を体いっぱいに取り込むだけの時もあるけれど、この季節はだいたいやることがたくさんで、少し歩けば立ち止まって動けなくなります。野菜の根元にある雑草はできるだけ取り除きたいから、気になるところの草取りや伸びすぎたつるの間引きなど、今年力を入れているスイカもよく育っていて成長が楽しみです。休憩には息子も大好きな桑の実を食べに行きます。黒いやつとか言ってもね、口の周りも手も真っ赤にして夢中で食べる姿が可愛くて、作業の疲れも癒されます。今年は桑の実がとっても豊作なので、毎日少しずつ摘んで冷凍して、ある程度たまったらジャムにします。せっかくならこの間いただいたスペルト小麦でパンを焼いて食べたいな。今年最後のさくらんぼも取れるところは全部収穫してお家に戻ります。さて、いつものパンを焼こう。部屋着に着替えて材料を準備。まずはボウルにスペルト小麦を 500g 入れます。それからイーストを 4g、 塩を 6g、 砂糖を 15g 入れて、砂糖とイーストの上からぬるめの水を 340g 加えてヘラで混ぜます。粉っぽさがなくなってひとまとまりになるまでしっかりと混ぜます。乾かないように濡れ布巾をかけて発酵させます。だいたい2倍ぐらいの大きさに膨らむまで待ちます。この季節だと1時間半くらいでしょうか。発酵を待つ間に桑の実ジャムを作ります。虫がついていたりするのでよく洗って鍋に入れたら、冷凍していた分も合わせます。桑の実の半分の重さの砂糖を入れて火にかけます。グツグツしてきたら時々混ぜながらとろみがつくまで煮詰めていきます。火を止めてブレンダーで攪拌したら完成。パンの発酵もいい感じ。打ち粉をたっぷりつけて成形します。半分は4等分に分けて丸パンにしました。余熱ができるまで布巾をかけて二次発酵させます。余熱ができたらクープを入れて230度で15分焼きます。出来上がり。スペルト小麦のきれいな茶色。ジャムを瓶に詰めて、あ、こぼした。パンは焼き
きたてより冷めてからの方が切りやすいので、食べる直前にスライスして、シンプルで贅沢なランチ。いただきます。少し休憩したら、午後は手をつけられていなかった家の前のスペースに花壇を作ります。よく使うハーブやエディブルフラワーなんかを植えられたらいいなと考えています。こんな感じで夏は毎日やることがたくさん。夜は夜でメンバーたちとブルービレッジのミーティング、話しながらしゅんちゃんが絵を描いてイメージを可視化してくれます。みんなで話しながら今後のビジョンや計画を共有し、そのイメージが緻密で具体的であればあるほど現実化のスピードは速くなり、望む未来を引き寄せることができます。こうやって仲間と共に自分たちの希望を少しずつ育てていく毎日です。